返った。水分が体中に染み渡るぜ。なんつーか、水で戻される乾燥わかめもさ、いつもこんな気分なのかもな。お前もなかなかいい顔になってきたじゃねえか。いいだろ、たまにはこういうのんびりした時間をさ。ああ、ナーナ、選手にも安息の地が必要ってよく言うだろ。ちなみにここでの戦士ってのはレースで走る馬娘の比喩、中二っぽく言うとメタファーってやつな。なんつーか、レースってすげえ熱い場所なんだよ。普段はおとなしい奴らもレースじゃ本能をさらけ出すだろ。みんなが闘争心むき出しの中で、私もリミッターを外すと体の中が熱くなってすげえスカッとした気分になるんだ。ああ、アズマヒキガエルとどっちが好きかって聞かれたらレースって答えるくらいにはな。それにしてもさ、ほんと落ち着くな、ここ。寄せては返す波の音すのわびさびってやつだよな。ああ、癒される。一生ここで暮らすのもありかもな。レースの緊張から遠ざかり、癒しの中に身を置くことで生じる勝負への渇望、そして突き動かされる衝動、ファイヤーバーリーエクスプロージョン、これだよこれ。これこそが私の求めていたハングリー状態ってやつだぜ。おい立てよトレーナー、今すぐ帰んぞ。ライン、ナイン。だからここでやることは終わったからだよ。おいおい、理解が遅えな。お前もなめたけ星人なめたけ彦か。勝負の前にフラストレーションをためることで私は熱くなれんので、実際もう走りたくてしょうがなくなってんだよ。そもそも明日はレースだしな。ん、あれ言ってなかったか。わりわり、実は明日デビュー戦なんだわ。私の鮮烈な走りにお前も全米ももらいだけ。うおー、刺激的だぜー。ということで帰るぞ。おい、ヤシの実持ってしゅう、ちゃんと土に返しとけ。帰り道はわかんねえけど、多分あっちだろ。